韓中国へようこそ3月2日のニュースをお伝えいたします。ウクライナのゼレンスキー大統領は両親がユダヤ人です。そして裕福な家庭に生まれました。ゼレンスキー氏は2015年に自作自演した政治風刺ドラマに出演したことで一躍有名になりました。そのことは大統領になるための礎となりました。ゼレンスキー大統領は 2015年に政治風刺コメディ国民のしもべを執筆しました。同じ年にウクライナの国営放送オディンプリュースオーリンで全24話が放送されました。物語は一回の歴史教師がふとしたことから素人政治家として大統領に当選します。そして権謀術数が渦巻く政界と対決します。その姿がユーマを交えながら描かれました。 国民のしもべはウクライナで大流行しました。物語は選挙で事業を妨害された主人公が怒りに任せて政治批判を行います。その様子を隠し撮りした映像がネットに投稿されます。そしてインターネットでバズ化したことが導入部になっています。放送後にはインターネット上でエピソードの無料公開が行われました。 YouTube に投稿された第1話の再生数は1200万回に達しました。ドラマが現実となった大統領を演じたゼレンスキー氏は2018年、自らの政党、国民のしもべを立ち上げ、選挙に出馬しました。当時のウクライナ大統領選挙の賞賛が最も大きかったのは3人でした。当時のペトロポロシェンコ大統領、政治家のユーリア・ティモシェンコ氏、 政治素人のゼレンスキー氏でした。ポロシェンコ氏は億万長者チョコレート王。ティモシェンコ氏はガスの王女と呼ばれています。ウクライナの首相を何度も務めていたティモシェンコ氏は1回目の投票で敗れました。2019年4月19日、2回目の投票の前にゼレンスキー氏とポロシェンコ氏はキエフのオリンピックスタジアムで公開討論を開催しました。 その様子はだいぶ中継されました。ゼレンスキー氏は、ウクライナの国防とクリミア問題に関する議論で、ポロシェンコ氏の無能な統治や、ドンバス地域の紛争解決の失敗を問い詰めました。ポロシェンコ氏は、ゼレンスキー氏が当選しても何もできず、プーチン氏にひざまずくしかないだろうと揶揄しました。それを聞いたゼレンスキー氏は、衝撃的な行動に出ました。 彼は2歩前に出て突然ひざまずいて、プーチン氏に決してひざまずかない。ウクライナの人々にだけひざまずくと述べました。この突然の行為は討論を見ている多くのウクライナ人の心を動かしました。最終投票の結果、ゼレンスキー氏が73%の得票率でウクライナ大統領に選出されました。2022年2月24日未明、 プーチン氏は突然、ウクライナへの大規模な攻撃をロシア軍に命じました。圧倒的な軍隊の巨大な圧力に直面しながら、ゼレンスキー氏は屈服しませんでした。アメリカ政府の避難支援さえ拒否し、キエフに残りました。ウクライナ人に戦い続けるように指揮し、選挙で国民に約束したことを果たしています。ご視聴いただきましてありがとうございました。 よろしければ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。